5月の空を泳ぐ鯉のぼりをモチーフにしました。それらの流れるようなフォルムとラインはまさに風の動きを視覚化しています。そのデザインは FR レイアウト、ショートオーバーハング、全面グラスキャノピーといった美しいプロポーションとともに卓越した空力特性を実現。またエンジンは環境性能、動力性能を一新する次世代メネシスロータリーエンジン 16X を搭載し、将来のロータリースポーツカーの一つの方向性を指し示しています。自然の美しさと力強さを称え、地球環境の大切さを訴えるマツダ大輝。そのエキサイティングなデザインがズームズームの未来を想像します。エキサイティングな走りを追求し、同時により安全で環境に優しい車づくりを目指す、これがマツダのサステイナブルズームズーム宣言です。まずは安全技術、道路状況や車の状態などをドライバーが認知し判断しやすくするヒューマンインターフェースの向上や、より正確なハンドリング、運動性能の向上など事故を未然に防ぐアクティブセーフティー技術に力を注いでいます。またマツダは道路情報を活用して周囲の交通状況へ不安に充当しながら事故を回避するためのインテリジェントトランスポートシステム IPS の開発に取り組んでいます。走りと環境性能を高い次元で両立しているのがマツダの次世代パワートレインです。2010年代とともにガソリンからディーゼル、そしてロータリーまで全てのエンジンを一新します。同時に再び水素社会に向けた水素エンジン技術の開発にも取り組んでおり、現行の RX8 ハイドロジェン RE 2008年度には新しいプレマシーハイドロジェン RE ハイブリッドの導入を目指しています。また石油を使わず CO2 の排出を抑える植物由来のバイオテクマテリアルやリサイクル性能の向上もこの車で開発に取り組んでいます。さらに進化させることを目標に、新しいアテンザはエモーショナルでスポーティーなスタイリングとドライバーと車との強い一体感を追求しています。まずドライバーと車との絆とも言うべき強い一体感を実現する新開発の MZR2.5 リッターエンジンと、さらに進化したサスペンション、そして究極の高速ロングツーリング体験を作り出す。スポーティーで快適なインテリアと新発想のヒューマンインターフェース装備具、さらにクラス最高の空域性能が高速走行時の卓越した安定性をもたらすと同時に、燃費を向上させ CO2 排出量を